スパゲッティアレ・ボンゴーレ・ボンゴーレ、ロッソ・ボンゴーレは、アサリなどの2枚以外を使った、イタリアのパスタ料理である。イタリア語のボンゴーレは、本来は、アサリ類、ハマグリ類などのマルスダレ貝エかの2枚以外を指すボンゴラ、の複数型で、料理のことはイタリアでは、スパゲッティアレ・ボンゴーレなどと呼ぶ。代表的なものに、ナポリ名物のイタリア料理、スパゲッティアンレ・ボンゴレがある。本場イタリアでは、 地中海産のガリアハマグリやヨーロッパアサリなどが使用されるが、近年では日本から輸入されたアサリも多く利用され、日本でもアサリを用いるのが一般的であるが、どれもマルスダレガイの二枚貝である。トマトソースを使ったボンゴレロッソと使わないボンゴレビアンコに分けられるが、トマトを潰していない中間的なものもよく見られる。クリームを使ったものはイタリアにはなく、 アメリカ風アレンジとみなされる。基本的に、アラビアータのように、トマトピューレ等は使わず、フレッシュ、もしくは缶詰のトマトで作られる。ペストジェノベーゼなどのバジリコを使った、ボンゴレベルデやイカスミを使った、ボンゴレネロを供する店も出てきている。使用するパスタは、スパゲッティやスパゲッティに、ベルミチェリ、リングイネ等のロングパスタである。なお、アサリ類の代わりに、 紫以外を使用することも多くあり、アサリ類と混ぜることもある。この場合、ボンゴレとは言わずに、海の甲と呼ぶ習わしである。イタリアではそうじて、紫以外よりもアサリ類の方が効果として扱われる。ありがとうございます。